嘘みたいに暇だな。なんだゲラルト。お前の研究室に行ってきた。荒らしてないだろうな。シリの能力に関してはアインエルでも右に出る者がいないらしいな。自分のことは語らない主義だ。まあ、あの研究は用済みだ。古き血脈の遺伝子を使った実験ももうやめたのか。シリを守るために打ち込んだ研究だ。ララドレンの血を継いだ者なら誰でもいいから守りたかった。お前の研究室には先客がいた。誰がいた。エルフの女だ。お前がシリを憎んでいると言っていた。なのにどうしてあの子を守ろうとしてるんだ。何の益がある。矛盾してるな。お前に本心を打ち明けるとでも思ってるのか。太陽の石を使った後、エレディンが状況を察知しないと思う根拠は。白の艦隊が突然会いたがり始めたとは思うまい。太陽の石が発する信号は変えられる。エレディンに発信元がバレることはないだろう。同じ力を持つ異物はいくつかある。他にもあるのか。そりゃいい。ならどうしてスキリッジ中を探し回る必要があったんだ。太陽の石が一番見つけやすかったからだ。太陽の石を見つけた。白の艦隊のギールバンがディリアンに送った宝か。彼女はそれを使わず、ギールバンは涙したという。エルディンはすぐに動き出すぞ。全ての準備が整ったようだな。忘れるな。一度やるとなったらもう後には引けないぞ。準備はできた。出航の時だ。アンドビックが待ってる。よし、行こう。皆は崖の上で配置につく。ここ、ここ、そして。魔法陣の作り方ぐらい分かってるわよ。目の見えないものですらね。私はただ万全を期したいだけで、ゲラルト、待っていたぞ。そうか、もう始めているようだが。魔法に関する話だ。別に大した話ではない。どうせ俺はただのウィッチャーさ。複雑な話なの。今はやめて、ゲラルト。話の続きを聞かせてくれ。やることは単純だ。遂行は容易ではないが、太陽の石を発動させる。カランシールが呼びかけに応えれば、ナグルファーが入江に現れる。帝国艦隊がカイロの逃げ道を塞ぎ、女魔術師会は船がアインエレの世界に戻るのを阻止する。そこでバルアトレ公爵率いる第7イムラッツ歩兵連隊が乗り込む。当然お前とな。お前はどこにいるんだ。待機する。何かあれば対応する。まるで将軍気取りだな。合図には角笛を使うのか、それとも使者を飛ばすのか。絶妙な皮肉だな。私が何かしたか。私が何か隠しているとでも思うのか。はいはい、皆さん、口を動かすよりも手足を動かして。同志たち、崖を登るわよ。気をつけてね。一つ重要なことを忘れてる。シリはどうするんだ。ジルエアエルは待機する。ナグルファーから離れてな。察するにお前の考えじゃないな。ええ、もちろん私は一緒に行きたいと思ってた。それは禁じる。あまりに危険すぎる。まあそれはその通りだな。少なくともゲラルトなら味方してくれると思ったのに。俺はいつだってお前の味方だ。お前にエレディンを倒せる見込みはない。俺でも倒せるかわからん。だから奴からは離れていろ。分かったか。ジルエアエル、陸にとどまると誓うか。選択肢があるの。どこへ行く。散歩よ。それとも禁止されてるの。足を折るかもしれないから。
なるほど、これが古き血脈か。納得していないようだな。だが縛り上げて瞬間移動させるわけにもいかないだろう。ああ、それは絶対にやらない方がいい。時間がない。何かやり残したことがあるなら、薬の調合であれ何であれ急いでくれ。やるなら今だ。私は小舟のところで兵士たちと待っている。それとも今一緒に行くか。時間がない。やるのは早ければ早いほどいい。ついてこい。この心をあなたに捧げる。一体どんな呪文なの。恋文だ。ずいぶん昔の。この石はある男女を再会させるためのものだ。エレデンに向かってこんなセリフを言うことになるなんて。アインベレリスシルレナイド、アデルエイヒプレンエイゼネ。本当にうまくいくなんて。来るぞ。ついてこい。ナグルファーはすぐ近くだ。静かね。何の音もしない。これは罠だ。すぐに逃げなくては。もう逃げない。ダメだジルエアエル。まだお前は自分の力を制御できん。どうにかする。シリ、邪魔しないで。シリ、これは魔法の氷だ。魔術師を見つけてそいつの杖を折る必要がある。折るのは杖だけじゃ済まさない。Thank you.
しかったな。知るよ。イスカルシャード。見たか、我らの力はこんなものではないぞ。